気づけば金曜日ですね。気づけば金曜日や。みんな元気？リー。いいだよ。そういえばあのイベントのやつ、ショールームイベントをやってたんですけど、みんなあれ審査員特別賞の方2人皆さんごあのあれ だったね。
ね、決まってたね。ドキドキ。オーディション、やっぱオーディションはいつまで経ってもドキドキですね。来週の水曜日に最終オーディション。ドキドキですけど頑張るしかないからね。頑張る。みんながいっぱい応援してくれた。そう、特別賞があるのよ。そうなのね。そうだ、特別賞と思って見たらそうだった。特別賞があるのよね。なんか今見たんだけど、台本、なんかオーディションの時に言う台本のやつ、なんか楽しくなってきましたね。楽しくなってきたよ。そう、さっきなんか見たら来てた。いやでもみんなにね
いいお知らせをお届けしたいから、ねえって感じですけど、ランディー会長ありがとう、頑張ります。楽しみ。楽しみに。リランチュ。ねえ、ウニタ、いやでもオーディション割り結構久しぶりだから緊張するかもね、ウニ。オーディションの最近オーディションとか全然行ってないから、オーディションめっちゃ久しぶりだな。でもさ、あんまさ舞台とかさ、なんかやるのなって思ってた私が舞台いいなって思ったのはすごい、なんかすごい出来事ですね。頑張るね、ありがとう。土日何しよう、土日、あ、明日はやること決まってるんだけどさ、土曜日は何、あ、じゃあ明日、土曜日か、日曜日はね、何も決まってないのよ、何やろうかね。
何やりましょうかね。ランリーロードショー、ランリーロードショーする？するなら日曜日だけど、日曜の夜か。あ、でも月曜日も暇なんだよね。リラ月曜日も何もないから、どっちかかな。もうやるなら日曜がいいよね。ハリポタ？まあ、なんか参加してる方が多かったら、あのやりたいですね。ランリーロードショーは、まあ、ハリポタ見たい。映画とか見に行きたいな。映画見に行きたい。早めに告知してくれれば参加できる。そっか。確かにそうね。皆さん、ランリーと一緒にハリポタ見てくれますかね。なんでくらい、夜くらいじゃない、やるとしてもな、わかんない、ちょっと待って、あのできるという確証が今はないから、ちょっと待ってけど、まあやるとしても夜ぐらいだと思います。
え、月曜日カニクリームコロッケでも作ろうかな。カニクリームコロッケ作り配信。イベントの次の審査発表は29とかじゃないかな。29ぐらいじゃなかったっけ。29くらいだったと思う。29までに発表されるのかな。そう、次はまあ演技とかも質疑応答とかですかね。そう、今日は早く行くから早めに準備してるよ。そう、21が最終審査の日ですね。暑いよね。ところで、え、めっちゃ暑い。もう暑すぎてさ、外出たくないもんね。暑すぎて外出たくない。ウニはね、
おねんね中です。わかる、本当に暑すぎて外に出たくない。極力ランリーは出ないようにしてる。なんかね、今ぐらいの時間帯からだったらね、すごい涼しいけどね、マジで暑いよ。え、明日だっけ、え、今日だっけ、なんか30度とかじゃなかった。え、雨な、え、雨降るじゃん今から、最悪。ねえ、うちも晴れてる。あれ？今見たら、でもそんなことなかった、治ってた。最近友達と会った時にさ、なんか空気がなんか美味しいみたいな言ってて、何が美味しいんですかって言ったら、なんか夏の空気、夏のあれがするからなんか好きなんだよねって言ってて、まあ確かに夏の匂いはなんかねするじゃん最近。確かに夏の匂いするなぁと思って、でもリラさ、冬の匂いが好きだからさ、早く冬にならないかなって。早い早い早いですけど、冬にならないかなと思ってます。え、夏の匂いってわかんない、なんかあのこの感じ。
冬の匂いあるじゃん。まあ、でもさ、夜はまだ今のところ比較的過ごしやすいよね。比較的ね。もう夏でしょう。もう夏だと思ってるよ私は。計画ね。プール計画ね。水着持ってないんだよな。大前提。そう、まず水着を買うところから始めないといけない。まずプールに行くならばね。でもガチガチのさ水着は本当に嫌だから、買うならもうスカート型のとかのあれだね。赤いやつでしょ。なんかビキニなんだけど、で完璧には、でもすっごい恥ずかしかった記憶がある、あの撮影。やだってすごいなった記憶。
があるんですけど、嫌だった何かもうその頃からすごい水着とかやりたくないみたいな感じだったから、めっちゃ嫌だったね。そう、あの時はエイとみんなやらなきゃいけなかったから。でもなんかすごいなんか水着みたいな格好してる子もいれば、なんか全然服っぽい感じの子もいたりとかしたから、なんかみんながみんなって感じではなかったけどね。なんか私のはなんか水着っぽかったけど、でもみんながみんなっていう感じではなかったよ。わかんない。今いやいや言ってるけど、後になんかいやグラビアしたいかもしれないっていう日が来るかもしれない。何の？もうチームメイトもないですからね、今。他はやってないね、全くやってないね。まあね、でもグラビアやってバーって一気に売れたりした人とかもねいっぱいいるから、まあだから一番いいのは写真集とかさ、そういうなんか特別な時とかにやるのがさ、一番いいよね。なんかさ、撮影水着の撮影モデルでやるとかが一番良さそう。ね、気がする。
でもなんか写真なんか今自分にさ何の自信もないからさなんかあれだけど、なんかでもいつかはその芸能界にいる間はなんか写真集出したいかも。この世界にいる間はなんか写真集とか出したいなって思った。最近から頑張ろうって。思いました。あ、やばい、そろそろ終わらないとや。ではね、この辺で終わります。13位ポコさん、ありがとうございます。そして12位がちょうどいいさん、ありがとうございます。そして11位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして10位がヨウジロさん、あん変わっちゃった大丈夫か、ありがとうございます。11位がフグタン、ありがとうございます。そして10位がイーデックさん、ありがとうございます。そして9位がエメメルレイスさん、ありがとうございます。そして8位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして7位が福福さん、後まくりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がトリオアジさん、ありがとうございます。そして5位がライムさん、ありがとうございます。そして4位がヨシオさん、ありがとうございます。そして3位がオロロさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、後まくりランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がグアポさんです、ありがとうございます。はい、ということで花金じゃん今日は、みんな花金ですよ花金ですよ、作って土日ね、皆さん楽しみましょうね土日仕事の人もいると思うけど、おのおので充実した土日に皆さんになりますように。ということでこの辺でさよならんでー、バイバーイ。